今日はこのベンチの足の部分についてちょっと解説してみたいと思います。こちらはですね、簡単なんですね。この金物足が全てなんですよ。で、この金物足をこの木材に対して少し、飲み込ませているっていうのがお分かりだと思います。で、これでウェブサイトの方にちょっとアクセスしてみたいと思います。するとこちらがウェブサイトですね。で、こちらにもちょっと面白いのがあるんですけど、まずはこちら先ほどのやつをちょっとクリックしてみましょう。するとですね、こういろいろな角度から、撮られた写真がありますので、特にこの辺なんかは詳細わかりますよね。はい。で、これでありましたら、まあ、あとはこの木材の形状がどんな形であれベンチとして作れるわけですよね。はい。で、この足をですね、例えば高さを、まあ、このベンチの高さということではなくて、なんていうんですか、センターテーブルみたいな高さにすることも可能ですよね。で、こちらの方をもうちょっと幅広い材料を使うとか、いろいろと応用が効くと思います。はい、こちらちょっと参考にしてみたらいかがでしょうか。